全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。スーパーでパンを一つ買おうとした時、レジの女性店員さんが袋いりませんよねと優しく聞いてきました。スーパーでは環境に配慮してレジ袋が有料のところが多いんです。またコスト削減をしてその分商品を値下げしようという狙いがあると思います。コンビニでもお菓子、飲み物、パン、おにぎりなど一つしか買わないときにはシールで対応することも多いでしょう。さすがに複数の商品を買う場合はレジ袋をつけるところが多いと思います。話を元に戻しますね。パンを買った際はカバン等がなくて手ぶらだったんですよ。カバンがあればレジ袋不要なのですが、その時は手ぶらでした。パンを一つ持って歩くのはちょっと違和感があるかなと思いました。そこで本当ならレジ袋をつけてくださいと言いたかった。でも店員さんが袋いりませんよねと袋がいらないことを前提に聞いてくるわけですよ。だからはいと答えてしまったんです。ここでいいえ袋いりますと言ったら相手の考えはきっとこの人はパン一つしか買わないのだから当然袋なんかいらないはずという相手の考えを否定することになると思ったんです。すると嫌な思いをさせてしまうかなと思ってとっさにはいと答えてしまったんです。まして優しく聞かれたらはいとしか答えられなくて、これが不愛想に聞かれたらいいえ袋いりますと強気で言えたかもしれません。この不愛想店員に嫌な顔されても全く気にならないからです。でも優しく聞いてくれる店員さんに嫌われるのはちょっとという思いがあったのでしょう。だから本音と違う返事をしてしまったんです。でも相手は相手で自分は自分ですよね。相手がどう思っていようか関係ないです。自分がどうしたいのか、自分の気持ちに正直になること、それが重要だと思うんです。僕はレジ袋が欲しかった、その欲求を閉じ込めてはいけなかったのです。こう聞くと自分中心になってしまうのではないかと思うかもしれませんが、自分中心でいいんです。自分の人生の主人公は自分です。自分が好きなように生きればいいんです。確かに自分中心に生きるという考えを前面に出したら人から迷惑がられるかもしれませんが、あなたはそんなことしないでしょう。だってあなたが精神的な症状で苦しんでいるのは人のことを誰よりも思ってしまったからです。そんな人思いのあなたは時として自分を犠牲にしてしまっていることでしょう。だからもっと自分中心に生きていけばいいんです。あなたはきっと経済的不安を抱えていることでしょう。でも安心してください。障害年金がその問題を解決してくれます。あなたがもっと自分中心に生きられるために障害年金を考えてみませんか。そのお手伝いを私たち全国障害年金パートナーズにさせてください。お気軽にお問い合わせください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。